まかった。腹も膨れたし、尻尾の手入れをせねば。ふん、どうした？次の町に着いたら。油？うむ、尻尾の手入れに使うと良いとき。え、買ってくれる？お前の服と櫛と旅費と酒代と食費を計算したことはあるか？俺の答えが簡単にわかるだろう。うん、わかりんす。櫛は買ってくれる。油。お前は俺にいくら借金があると思ってるんだ？主はそんなに借金を返してほしいのかよ。当たり前だ。主がそんな風に思ってたとはの。わっちは自由の身じゃからな。それでさっさと北に帰る。借金は返済期限を決めていない。返してくれればそれでいい。これでいいか？うん。と北の森に着く頃に借金を返せる。じゃからな。油か。買ってくりゃれ。